ただいてまいりましたが、ショーマップのタイトルも、もっともっとですね、1年くらいしかないんですけど、すごちょっとだけやってました。あらま、相方のメイコちゃん落ちませんよ。あ、大丈夫です。今より見てないから大丈夫。全然問題ない格好だ。全然ほら、隅田感じです。本当だ、隅田感じだ。私の場合は。すいませんね、こっから長いですからね。先に宣言しておきます、みんなね。こう、あの無駄な動画の場合、めちゃくちゃ時間がね。初日天気良くて良かったですね。本当だね。もうね、雨やったらこのパネル濡れて終了するからね。確かに。搬入。湿気もね、関係してますよね。エアコンずっとこうかけてるでしょ、うんうん、乾燥して、うんうん、鬼のように吸ったりすると、うん、カピカピなんですよ、筆がね、変えてる途中で、うん、ちょうどいい塩梅っていうのがあるんですね。なんかね、そうだから、うん、書道やる人は、うん、雨の日に書くのが好きな人と晴れの日に書く人が好きな人、これが分かるんですよ、自分の得意な、うんうんうん、雨の日だとこう、まあ、髪もしっとりしてるんで、うんうん、でもしょうどないんですよ、うん、意外と、うん、方やね、なんかわざとその紙を枯らすために、うんうん、紙買ってから5年10年置いてから書く人もいる。熟成画みたいですね。そう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 。粉になっちゃうやつだよ。ワインか日本酒みたいな。コショウみたいな。コショウみたいな。この辺にこんなギャラリーがあったなんて知らなかったです。ねえ。ご飯食べに来るぐらいじゃないですか、外苑前って。いや、それかね、スワローズの試合に行くかね、確かに。うん、なんか、お買い物したファミリーマート、思いっきり阪神のロコールスがかかってましたけど、すごいね。あれみたいな。で、今日阪神戦なのかなってことなのかなと思って。スワローズじゃないのね、と思いながら。うん。国葬儀もありますね。そうよね。だってレジがめっちゃ長だもんね。葬儀が。今日、どれ、なんか見た人いる？私は見てないですけど、一応四谷まで列ができてたっていうニュースを見ました。うん、その花並べるね。喧嘩するのに、うん、とかもしくはあれじゃないですか、記帳するのにじゃないですか。今日花屋さんは結構大変だったのかな、在庫切りが。そうだ。うん、コンビニに売ってた。コンビニに仏が。そうですね、皆さん証拠たくましいですね。3人とも、うん、行ってきたんですよ。靖国神社に玄関に行ってまいりまして、何時間並んだんですか？2時間半ぐらいですね。あ、でも2時間半でたどり着いたのが荷物の、何時間並んだの？なんだっけ、本当に並ばない、すげえ怖い。地域では
すごい早い人もいたみたい。テレビではすごい早い人もいたみたいな。そう、本当に時間にあるでしょうね。一般の人だから。奈良から自衛隊の先輩が来てた。へえ。まあ大ごとの事件が起こんなくて何よりです。そうです、そうです。そうだね。事件起きなかったんだ。うん、大きな失敗とかね。ね、ここでまたも失敗したから笑いますよね。そもそも暗殺だしみたいな。やばいなと思います。ダメだろこの国って思われちゃう。もうみんなあの車両とかも止めて人もある程度あれしてるから、ね、近い人はレストランとかも人がそんな入んないだろうって言って、うん、レストランは花か仕入れて花売ってて商売してるんだ。相当たくましい素晴らしいですね。本当はそうじゃないね。まあね。そこにねお店が自分の店があって。うん、仕入れられるルートがある人はそうした方がいい、うん、っていうか問屋がさ売りに行くんじゃない。売りませんか。お花屋さんだともともと成果いけてたし、あ、ね、レストランの成果ね仕入れてたりとか飾ってたりとか。あの桜の時期になると、うん、中目の川沿いが酒屋がビール売ってるようなもんで、なるほどなるほどなるほど。あそこはちょっと半分違法だと思う。まああれはダメですまあプレイコ、まあ、もう毎年恒例だからそれを捉えるところ。先生、今年のここのテーマは何なんですか。私ポリシーとしポリシー、うん、もうね、あの40代の時はこの40ですよもんね。あの自分の人生で生きようと思って、うん、え、太田さんって41になるんだ。今年で1になるのか。再来月で1になるんですよ、うんうんうん、今の翻訳マッシュぐらいですから。そうでしたね。はい、翻訳マッシュぐらい。いやいやいやあれ、何年でしたっけ。鳥年でございます。あ、そっか。そうですよ、成田さんですよ、成田さん。いや、なんで成田さん。成田さんは確か鳥のあれじゃなかったかな。あ、そうなの。そうそうそう。私ほら、神田明神だから。あ、神田明神も鳥だっけ。違う違う、形さん。あの、正門を打つ拠点として作られたのが、うん、成田さんだから。成田さん、この前、あの何年か前に、うん、5、6年前に、うん、6年前か、ご覧したくないですよ。大当たりに、大当たりに連れて行かれたのね、うんうん、射程の。うん、だったらまあ、その後いなくてさ、うんうんうん、しょうがないから成田さんに全部送り返した。長いから待たないでください。ああ、わかりました。書きます。そしたら心筋梗塞連発してたのが、カメラを起動するから。あ、そう。書くときは静かにしましょうか。うん。書くとき、うん、そうだね。しかも動画に入っちゃうし、声が。いいですよ。ちゃんと書けるかな。できるかな。飛びますからね、本当に。本当に飛ばしますからね。嫌がらせだけで飛ばしますからね。ギャラリーに迷惑かけるんじゃないかぐらい飛ばします。あ、またですよ。普通に物に入っても時間かかるんで。いやさ、お乳の靴しようね。黒くないですか。やばい、ちょっと待った。その声が入っちゃったさ。はい、じゃあ取り直しだです。
です。ヒゲが2つあるんだね。そうです。五層の竜のようなそうで、最高級の五層の竜です、ね。天皇家です。天皇じゃない、インペリアルしか使えない、ね。インペリアルしか使えない。すごい。私、神社本庁の子なので。